札幌。大人を旅する不思議なエレベーター。幸せとは？自分だけじゃない。なんか自分一人の世界ではないかな。半径5メートルぐらいの感じが今浮かんだ。大人の生、札幌生ビール、黒ラベル。札幌。大人を旅する不思議なエレベーター。生まれ変わるとしたら、また自分になりたいですか？もちろん自分がいいです。そんなに嫌なやつじゃないと思う。頑張ってる方だと思うし。大人の生、札幌生ビール、黒ラベル。乾杯をもっと美味しく、札幌。大人エレベーター。それは大人を旅する不思議なエレベーター。それは歌の輝く夜だった。幸せとは？自分だけじゃない。なんか自分一人の世界ではないかな。半径5メートルぐらいの感じが今浮かんだ。生まれ変わるとしたら、また自分になりたいですか？もちろん自分がいいです。そんなに嫌なやつじゃないと思う。頑張ってる方だと思うし。大人の生、札幌生ビール、黒ラベル。野口さん、おはようございます。よーい、はい。よかった、はい。よかった、よろしくお願いします。じゃあまずはこちらからお願いします。こっちからも伝えられるんですけど、はい、向こうからも分かるんです、はいはいはい、すごい受け取ることができる、はい、乾杯。はい、勝った。はい、はい、勝った。津波さん、おにいただきました。 CM 撮影以上になります。お疲れ様でした。皆さん、こんにちは。札幌生ビール黒ラベルの CM に出演しています、妻夫木聡です。いや、本当にゆきさんがとてもお話ししてくださる方だったので、本当に今日はなんていうか、何もこう、変に緊張せずにすごくリラックスして、時間を過ごさせていただきました。なんかいつもに増して本当にリラックスして話させていただいたような気がします。はい。逃げていいっておっしゃったのがすごくなんか響きましたね。すぐ言葉でもう逃げてもいいと思いますっておっしゃってくれると、なんかこうすごく心の余裕ができるというか、どこかすごくほっとする、なんかすごく包容力のある言葉だったなっていうのは印象的でしたね。いや、もうどうなんですかね、そのあまりにも喋ってたんで、今回多分一番喋ってたんじゃないかな、今までで、っていうぐらい本当に一緒にもう全然使えないようなお話までさせていただいたんで、もう監督とプランナーの方々がどれをチョイスするかっていうのが本当に難しいと思うんですけれども、いやー、本当願い事ってあんまりないんですけど、まあやっぱりまだまだちょっと予断を許さないような状況ではあるので、そんな中気をつけながらも、そろそろ皆さん旅行したいですよね。だから何も気にせず旅行ができる世の中になれるよう願いたいです。今回はゆきさんと一緒にずっとお話しさせていただいたんですけれども、本当にポジティブな方で、もうすごく昔から笑顔のイメージっていうのがすごくあった方だったんですけれども、さらにこう僕自身元気をいっぱいもらってしまったなっていうのが正直な感想です。今が一番楽しいっていう輝いた顔で僕の隣でおっしゃったゆきさんの顔が未だに僕は忘れられません。
ぜひそういうあのゆきさんの姿を皆さんも楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。